みんな目標は分かってるよね。目指せトップアイドルですね。新しいダンス練習したい。あ、やっぱどうしてもじゃないから任せるよ。やっぱそうだよね。心の準備はもちろんバッチリだぞ。ミキもリーダーと同じ気持ちって感じかな。私も楽しみです。皆と過ごす今日という日が。お願いします。これで自分のダンスがますますパワーアップしたさ。
たんだね。いく探しちゃったの。うん、なんかお腹空いちゃったし、ちょっと抜け出してきたの。平気なの。ミキ、恋人にしたい女の子の役とか簡単にできちゃうし、問題ないって感じ。だからできるって言ったでしょ。信じないなら今からここでやってあげるの。どう？そうだよ。歩いてるだけで問題ないって感じ。そんなことないの。最近は彼女になってほしいって告白メールが1日に30通くらい来るよ。そうなの。あ、ミキ、毎日ちゃんと断ってるから心配しなくていいよ。なんで？ミッキー、学校で歩いてるだけで声かけられるからこれでいいんじゃないの？それってプロデューサーがミキのこと嫌いなだけじゃないの？あ、それはそうかも。ミキのことどうでもいいって思ってる人も振り向かせないとなんだね。プロデューサー、それってどうすればいいの？ミキ、歩き回る以外のこと考えてこなかったし。プロデューサー、当たり前なの。じゃ、やってみるね。ミキを恋人にして。ほんと？じゃあ、このポーズで撮影してみるね。うん、恋人100人できるかな。諸君、今週も遅くまで大変だったね。さて、そろそろ全国ランキングのコーナードットップ TV が始まるぞ。
一番のじゃんけんだけはなぜか弱いんだよな。今日は豚とのカラオケだ。